より小さいドジャース・エンゼルス、22日、日本時間23日、ドジャース・タジアム。ドジャース・大谷翔平投手、29が3試合連続の23号本塁打を放った。本拠地ドジャース・タジアムでのエンゼルス戦に、1番 DH で出場。3回無視1塁の第2打席で宇宙間席へ23号ツーランを放った。動画、大谷翔平23号。 打った瞬間、確信の歩き。3戦連発は5月4日のブレイブス戦から同6日のマーリンズ戦にかけて記録して以来、今季2度目。20日のロッキーズ戦は初回に先頭打者団の21号ソロ、前日のエンゼルス戦では5回に22号ツーランを放っていた。6月に入ってからこれで9本目。特にここ7試合は6本流と爆発している。6月は毎年好調で、 月別ではこの日の1発を含め最多52発となった、2番目に多い5月は34発。前日の試合後には、最近は打つべくして打ってるなとは思うので、感覚的にはやっぱり4月、5月よりは全然いいんじゃないかなと思います、と本人も手応えを実感していた。46本塁打を放った21年は6月に月間13本。 44本塁打の作期は月間15本を記録した。チーム79試合目で23本はシーズン47本ペース。21年の自己最多46本を上回るペースで量産している。大谷の年度別本塁打。18年イコール22本。19年イコール18本。20年イコール7本。21年イコール46本。 22年イコール34本。23年イコール44本。